はい、こんにちは、マッチぬるまえはるです。はい、今日はですねフォートナイトエイジン君とやっていくんですけども、マイダスの最終ミッション今日はやっていきたいなと思います。で、こちらですねマイダス、ゴーストとシャドウを選べるんだけれども、まずはゴーストから見ていきましょう。ゴーストになる場合はレジェンド武器をゴーストの補給物資箱に届ける。なるほど。そしてシャドウの場合はレジェンド武器をシャドウの補給物資箱に届けるということで、なるほど、2つレジェンド武器を投函しなきゃいけない。うわ大変そうだね。これ結構きついよね、うん、精神的にきついよね。確かにレジェンドを2つあげたくない、うん、正直なところ ね、うん、でパパは今回もこのアカウントではゴーストにしたいなと思います。はい、僕もゴーストにしたいと思います。エイシン君もゴーストにするよ今回も。了解です。じゃあ決定して承諾されましょう。はい、いました、されましたね。じゃあ早速やっていきましょう。クリエイターサポートはマイチャンネルでよろしくね。はい、来ました。で今回は2人ともキンキンのマイダスでいきたいなと思いますね、うん、ゴールドマイダスだよね。ザ・ゴールド。ヘンチマンとかが持ってるエピック武器をレジェンドにアップグレードするっていうやり方もあるし、うん、レア武器を2段階アップグレードしてレジェンドするってやり方もあるんだよね、うん、どうしようか。もしかそのまま出てくれればいいけどね。まあそうだね、スチームは鉄が集まりやすいもんね。あ、じゃあスチーム行きましょう。じゃあそろそろ行こうね。ジャンピングこれ宝箱のとこ行くね。あ、わかった。そこでエピック武器一つでも出れば頼もしいから。了解。よっしゃ行くでいい。あー、まあただこのスチームは木材ないんだよね。よっしゃ大きい。ピストル。もうちょいだな、パパやっちゃう。オッケー、溜まったからやってくる。パパオッケー、なるべく20枚のところ打って。オッケー、金にできました。ナイス。よし、まず1個目。オッケー、マジか。もうパパ1個目終了か。えちゃんはどれぐらい、あと。え、あとね、石材が150くらい足りなくて。結構足んないね。エピック武器じゃね。エピックピストルじゃね。あ、本当に？やった、エピックピストルだ。だったら大きいね。よし、大きい、これは大きい。よっしゃ、エピックピストルだ。残してくれた誰かさん、本当にありがとう。これは。赤ピンいけるかだな。だね。でも石材が足りないからね。石材パパ169あるから大丈夫、上げられる。うん。とりあえずじゃあ、えちゃんここは。ちょっとダメージは負うけど、ストーム入っていこう。だね、もうそうするしかないね。やばい、パパ死にそう。僕もまずいかも。パパメリキあるしよ。えちゃんが使ってこれ。へい、ありがとう。あ、ごめん、もう僕無理。え、ごめん。あー、なんてことだ。なんてことだ。やば、僕一個も終わらせなかった。ジャンピングある程度漁ってなかったらラジオステーション行こう。だね。あか、もしくはパパ一人で行ってきて入手してきて A ちゃんに渡すとか、うん、クリアできるように頑張っていきましょう、うん、ここら辺石材も結構あるからね。そう、パレットもあるし結構整ってるから、ここも、うん、残念。よし、青武器出た。パパも一応青武器は出たよ。資材とかを使わないようにして。あ、こいつ何も持ってない。いや、まさかの情けない死に方をしてしまったね、さっきは、うん、ストームでやるのは結構久々だったね。しかも2人とも気づかずにね、死んじゃったからね、うん、情けなかった。よし、ちょっとパパ一直くらい行ってくんね。嘘、もうアップグレードできる。いや、違う、ヘンチマンのところ見に行ってくる。よし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 、エビック来た、エビック来た。エビック来た。じゃあ、必要ない。まあ、スカーだけどね。それ投函すんのやだね。投函したくない、これは本当に。あ、とりあえずちょっと行ってくる。じゃあ、うん、頑張って。ヘンチマンのところ。オッケーオッケーオッケー、ヘビーアサルトあったよ。あ、来た。よし、じゃあこれ持って帰ろう。いや、もう行こう行こう。うん。でこれを A ちゃんになんとか渡して、170石材があれば2段階アップデートできるから、ギリ間に合いそう。ギリ19。
18、17、13。間に合った？うん。とりあえずさ、これこっちでいいからさ、これはい、これ取っといて。パパ、ピストルいる？いい、パパいらない。オッケー。石材が足んない。行こう行こう行こう。あ、バンテージだ。バンテージパパが持とうか。あ、本当だ、パパ枠があるね。うん、あの、とりあえず自分で回復したい。僕の方が瀕死だから。ごめんね。わかった。ありがとう。置いてくれる？置いた。あ、ヘリがある。ヘリがある。ありがとう。パパヘリある。ちょっと待って、ここにあれがある。キングスマンある。キングスマンだ。ごめんね。オッケーオッケーオッケー。やったー、キングスマンだ。オッケー。よしよしよし、行こう行こう。ディテールのもあるね。ディテールだ、ディテール行こう。どこにあったっけ、ポスト。あそこにあるな。あ、違うか、これは普通のポストだ。もうもう下がって、僕、あー、あった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 、あった、オッケーオッケー、ありがとう。よし、投函した。あー、傘使用できん。あ、傘ダメ。そんな、え、本当に本当にできないの。傘入れようとしてもね、使用できるアイテムがありませんって出ちゃう。ああ、そうなんだ。よし、じゃあパパ投函しちゃいます。はい、頑張って。オッケー、達成しました。エジ君、いくつ必要だと。モスカー、あとレンガがあと10くらいで、鉄があと70くらい。あ、やばい、来た。やべ、やばいやばいやばい、ちょっとまずいまずいまずい。サブマシンガンがない。あー、ごめん。パパ格殺されるかな。まあ大した武器持ってないからパパ別に。せめて A ちゃんに資材を。よし、ナイス。パパの蘇生を。え、なに、倒したの？二人とも。二人とも倒した。あ、ナイス。すごいすごい。そして、パパを蘇生して、僕も金装備持って。しゃがみな、しゃがみな、しゃがみな。あ、ごめん。あ、危なかった。パパ！パパいい、パパいい、パパいい。できれば。You're watching my channel. Please subscribe. はい、じゃあパパが今回は完全にサポートできますんで、ホリ行きましょう。はい、頑張りましょう。激戦かな？コンテかな？コンテそうだけど勝ちたい。ジャンピング。開くタイミング一緒だったよ。いない？いるね、ワンパイル。いる？どこ行った？え、いるの？夫だけだ。夫？やったよパパ、エピックピストルが早くも出たよ。オッケー、じゃあ200資材を集めればいいだけだね。うん、パパはじゃあ、鉄中心に集めてから、えちゃんは例のでっかい花瓶みたいなやつ？あ、そっか、あれを動かしてレンガを対応に。あれ4つあるから、あれで200貯まるでしょ。あとは木も、あのパレットがあるから外に。あ、そっか。うん、それやっといて。200いった。あ、これ A ちゃんに渡せる。まだパレット。あ、ゴーストのポストここにあった。ナイス。そしたらパパがここに手伝い落としておく。はい、これね。ありがとう。よし、これでいくでしょう。どころか。できた？完成。それやってる場合じゃない。先に届けよう、届けよう。クリア。あ、できた、ごめんね。あ、よかった。クリアできた、よかったよかった。よっしゃ、あ、よかった。これで2人ともマイダスのスキンゲットです。よっしゃ、あ、やばい。
まあボトでしょ。ボトボト。いい音がするの持ってるよこの子。マジ？あのエピックポンポン持ってた。ナイス。あるあるある。あここにミニポあるよ。6個ある。あなんだ飲んどけよかった。じゃあここに添えておくね。はい。攻撃してんの？うん。マジか。パパヘビスナ気をつけてね。うわぁ何待って死ぬ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 やばい残り体力1だ。パパ気をつけて。オッケー1人ダウン。ナイス気をつけてね。オッケー、格差入れておいた。マジか！ノースコーン取られた！ごめん！デカポ飲んどいた方がよくない？こいつうまいな。はい、ということでマイダスのスタイルゴーストをゲットです。あとはバックパックもゴーストだね、うん、はい。僕もゲットしました。はい、マイチャンネル、チャンネル登録よろしくね。はい、ということで今日もやっていきましょう。ポケカコーナーですね。今日は、前回予告してた通り、シールドのボックス開けていきたいなと思います。はい、はい、で今回もね2パック開けていくんですが、パッケージこんな風になってますね。じゃあ今日のパパの分2パック一気にいきます。せーのポンポン。カムカメ、私らが、ヒバニー、お盆の実、カジリガメ、アズマオウ、サッチムシ、スコルピ、マリー、レアだねこれね、うん、元気のハチマキ。じゃあ今日の僕の分一気にいきます。せーのポンポン。スコルピ、ムンナ、ヒメンカ、イエスさん V、 ダブルレア来たー。いきなり。クイックボール、ホウホウ、スナヘビ、ゾウドウ、ドラピオン、カジイガメ。はい、ということで今日の開封こんな感じでしたね。はい、いきなり V カード出てました。よかったね、おめでとう、うん、シールドではですね、うん、あのうちらのデッキで不足しているものをガンガン集めていきたいですね、うん、今日はですね、マイダスの最終ミッションやってみました、はい、結構難しかった ね、 レジェンドロキを2つ投入だったからね、もったいなくてしょうがなかったね、うんということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。